墨は、バラカリンゴ属の一種である。リンゴに禁縁な野生種である。語源は、染料となることから染み、あるいは、身が酸っぱいことから染み、とも呼ばれる。カイドウ、リンゴ、梨に似ることから、姫街カイドウ、街道、カイドウ、ミヤマカイドウ、コリンゴ、コナシ、サナシなどとも呼称される。ただし、サナシは、地方によっては別の種を意味することもある。通りという表記もある。 日本と朝鮮半島に分布する。荒地や湿地に群生する。高さ10メートルほどの落葉書を高木。枝には棘がある。墨の実版春から初夏にかけ、白または白くて部分的にピンクの花を咲かせる。秋に黄色または赤で小さな球形の果実をつける。樹皮を煮出して黄色の染料が取れる。これが 和名の語源とする説がある。描板などを加えて絵の具にもする。材は家具や細工に利用する。果実は果実種にされる。リンゴの代儀として種から育てたみが使われる。ただし近年はリンゴと同じ新生林国の丸バ街道などが種である。ありがとうございます。